こんにちは。上方浮世絵館の館長の高野です。今日はショップの風呂敷についてお話をさせていただきたいと思います。これから風呂敷の使い方をご説明させていただきます。風呂敷で一番印象に残ってるのが、皆さんご存知の泥棒と言われる唐草の風呂敷です。江戸時代初期に銭湯が始まりました。そしてこの風呂敷に着替えを入れて、そして銭湯に行ってその風呂敷を広げて、そこへまた汚れたものを入れて持って帰るという風習がありました。 なぜこの泥棒っていうことかって言いますと、あのボンタさんがね、あのこの風呂敷を背負って逃げるという映画がありましたので、それから来てると思うんですが、このだいたいこの風呂敷はね、生命力が強く伝わる生命力が強くて子孫が繁栄するという意味があるんです。子孫が繁栄するというね。それで必ず一家に一つこの唐草の風呂敷がありました。娘さんがお嫁さんに行くときは必ずこの唐草の風呂敷を持って行かした風習がありました。最近はその風習がもうとんとなくなりましたけれども、そこへ泥棒が入ってその風呂敷にめぼしいものを入れて出たという、そういうあのことで、このあ泥棒やとみんながこの風呂敷を見たら思うんですけれども、こういうショルダーバッグにもなります。いろいろと風呂敷を展示しております。風呂敷にはいろんな使い方がありますので、その使い方とか包み方をスタッフがお教えしますので、ぜひお越しくださいませ。お待ちしております。